おっとっと、いきなしお出迎え。いらないな、そのお出迎えは。うん、来てない。あれ、あそこに鹿が死んでる。これは、おおっとっとっと、俺の方来てるぞ、マジで。あれ、バレてる。もしかして木に隠れながら。狼とのかくれんぼをしつつ。あれ、お肉どこ行った。あれ、どこに行った。あったあった。ちょっとね、周りをよく見ないと。あー、寒い。おー、ありがてえな、これ。いただきます。あれ、凍ってる。あのね、あー、びっくりした、びっくりした、マジかよ、ガチでびっくりした。なんか凍ってる。16%か、いいや。いやね、あ、やってくか。じゃあ凍ってる時は、あ、違う、これじゃない。凍ってる時は焚き火を置いて、もったいねえけど。え、凍ってる時どうしたらいいの。風が語りかける。もはや適当な振りでしたが、説明いたしましょう。外に放置されている野生動物の死体は時間とともに凍っていきます。詳しく理解していませんが、凍ると収穫効率が下がるようです。そこで焚き火をして、その熱で解凍すると効率よく収穫ができるようになるのです。焚き火の熱で体も温まるので、作業中の体温の低下も防げます。まさしく一石二鳥な行為なのです。それではバカンスを楽しんでください。はい、ね、遅かったね。もうね、この振り忘れちゃったよ、俺。はい、もうなんか温めるとね、溶けるらしいんだよね。ほんとかよ。あ、溶けてる。溶けてるけど、時間もったいなくね？どうなのこれ。どれぐらい持ってる ?23分。23分か。23分使って、ちょっとこの辺の木材集めようか。10分。2本で20分。ちょっと、振ってくださいよ。簡単に説明します。フォエジは、あさる。その辺あさって、柔らかいのから、硬いのまで、様々な薪や木材を収集します。使う道具、消費時間、消費カロリーなどは前に説明したので省きます。それではバカンスを楽しんでください。よし、行ってらっしゃい。はいはい、戻ってきました。おっと、回答済み。全部もらうよ、当然だよ。当然全部もらうよ。ゴー。2時間近いのかよ。寒いって。皮も欲しいね。皮も欲しいけど、ちょっと調子悪いな。コンディション悪いから。ちょっともう一回キャンプファイヤー。あよ。温まりながら。うわぁ。まあ、火起こしも板についてきたな。
よしよしよし、なんか無駄な気もするんだが、川らしいよこれね。川取ろう。あったかい。最初から火を起こしてくるから狼来なかったのかな。ガットも取ろうよ、ガットも取ろう。時間あるね。よし、あーごちそうさまです。あ、やばい、吹雪いてる、どうしよう。あ、やばい、ちょっと待って、俺死ぬ、俺死ぬわ。寒い寒い。あ、火が起こせない。あ、俺死ぬかもしんない。あ、見えない。おい、今どこにいるの。寒い、お腹減った。やばいやばいやばい。俺今どこにいるの、見えない。どこに行けばいいのこれ。あれ、この山どこだ。あ、ガチすんなんだ。あー、寒い。火がつかないとまずいよ、本当に本格的にまずい。あー、よし、ついた。ちょっと燃料追加しよう。ほい、もう一丁、もう一丁、2時間。お腹減った。あー、お腹減った。ああ、ちょっと先に食べよう。もうダメだ、これ。もうダメだ。いただきます。うめえ。なんだよ、これ。すげえうめえ。なんだ、これ。もう一個食おうよ。
聞こえてた。でもなんでだろうな、体の痙攣が止まんねえんだよな。あと水かな、水を作らないとまずいな。2リットル。あったけー。あー、もう木がねえな。煮沸して、いやー、なんか知んないけどさ、いやー限界かもしんない。いや、もう限界かもしんない。こっから移動できてないし、お肉いっぱい焼いておかないと。あれ、マジで、ちょっと取ってこよう、2つぐらい。ちょっともう一回お願いだよ、火ついてよ、頼むよ。もう俺限界なんだって、本当に。よし、ついた、ついた、ついた。お肉焼いて、あれもう夜だよ、夜。俺何やってんだ。お肉いくつあるんだよ、いっぱいあるな。全部焼きてえけど、まあいっか、こんなもんで。水もちょっと、ジャーキー食べよう。うん、満たされたね。あー、今日一日鹿肉取って皮取って内臓取って、それで終わりか。何もできなかったな。いやでも本当ね、なんか一日生き延びるのに精一杯だよ、本当に。本当にそう。死ぬかと思ったし、襲われたからね。でも自然の恵みになんか生かされてる感じがするな、すごく。はぁ、今何時なのよ。7時か。もうなんか疲れちゃってっから寝るか。なんだろうな、もう口回んねえよ、ほんとに。まあ、なんもできてなかったんですね、今日ね。こっから移動すらできなかったけど、疲れたんで今日もう寝ます。ね、何時に起きようか、目覚まし。でもね、5時に起きてもね、真っ暗なのよ。困っちゃうね。暗い時から活動するか。一旦8時間寝て、3時に起きよう。うん。で、暗いかどうかでちょっと判断しよう。活動するかどうか。そんなわけで、みんなお休み。もう俺疲れちゃったよ、本当に。